息を飲むような絶壁にクライマーが取り付いています。ここはカリフォルニアのヨセミテ渓谷。さまざまな形や高さの岩山がいくつもそびえるこの一帯はフリークライミングのメッカと言われるところです。このヨセミテに2人のドイツ人フリークライマーがやってきました。クルト・アルベルトとウォルフガング・ギュリッヒ、共にドイツが誇る世界的なフリークライマーです。これまで世界中の名だたる絶壁を登ってきた2人は、今回いよいよヨセミテの岩山に挑みます。私は常に普通とは違う登り方を求めています。あるルートを登るかどうかは、それがどれほど難しいかにかかっています。難しければ難しいほど、限界を超えていると言われれば言われるほど、チャレンジ精神が奮い立ち、他のクライマーと競いたくなるんです。圧倒的にそそり立つヨセミテの絶壁で、アルベルトとギュリヒはどのようなクライミングを見せてくれるのでしょうか。サンフランシスコから東へおよそ240キロのところにあるヨセミテ渓谷は、自然が自然のまま置かれている国立公園です。ヨセミテとはオワニーインディアンの言葉で、比べるもののない谷を意味するといいます。アルベルトとギュリヒが挑もうとする巨大な花崗岩の岩山は、この谷の豊かな緑に包まれるようにしてそびえ立っています。二人はまずボールダーリングで肩慣らしをすることにしました。ボールダーリングとは、飛び降りても怪我をしない程度の岩をよじ登るシンプルでスポーツ性の高いクライミングです。フリークライミングの練習としては理想的な方法でしょう。ヨセミテでボールダーリングが最も難しいとされる岩を、ギュリヒは見事よじ登ってみせました。ギュリヒにフリークライミングを教えたのはアルベルトでした。アルベルトはヨーロッパにフリークライミングを広めた人物の一人として高い評価を受けています。
Was ganz wichtig ist, wenn du an dem zweiten Eck da oben bist, dass du dich nicht zu weit an die Wand legst. Alberto と彼の指導のもとに腕を上げたギュリヒは、今ではドイツのみならずヨーロッパでも最高のコンビとなり、多くのスタッフとともに世界中を駆け回っています。It's nicht zu weit nach innen. Kerzen gerade nach oben. Ja, genau. Jetzt nach rechts und die andere Hand dynamisch daneben ziehen. Super. ボルダリングを終えると、アルベルトとギュリヒは早速フリークライミングを始めることにしました。ヨセミテ国立公園には2人のチャレンジ精神をそそる岩山が数えきれないほどあります。時間を無駄にするわけにはいきません。アルベルトとギュリヒはまずネバダ州との州境の近くにある巨大な岩の塊に挑むことにしました。バターミルクと呼ばれるこの岩はヨセミテを訪れるフリークライマーで、その名を知らぬ者はいないと言われるほどの名所です。二人はわずか数センチの凹凸だけを頼りに、切り立った壁面を力強く登っていきます。登頂成功。ヨセミテでの最初のクライミングは余裕を感じさせるほど鮮やかなものでした。指とつま先だけで自分の全体重を支えなければならないフリークライマーには、並外れた筋力と優れたバランス感覚が求められます。アルベルトとギュリヒはクライミングの合間には特設の器具を使ったトレーニングに励みます。
異世界と呼ばれる断崖への挑戦は、私のフリークライマーとしてのキャリアにおいて画期的なものとなりました。大きく張り出した岩棚をいくつも越えながら300メートル以上登るのは、とてつもない緊張を強いられます。岩棚を越えるのは容易ではありません。まず岩棚の下に逆さまになって張り付くような格好になります。そして岩の裂け目を探りながら少しずつ岩棚の縁に近づいていくんですが、裂け目は次第に狭まります。アルベルトとギュリッヒが次に挑んだのは、大きな岩棚をいくつも持つ断崖、異世界でした。岩棚を越えるときは地球の引力に逆らうという危険を冒すため、ザイロを使わざるを得ません。しかしそのザイロはあくまで命綱、それを使って体を引っ張り上げたりしてはならないのがフリークライミングです。岩棚の下のわずかな出っ張りをつかんで少しずつ体を持ち上げるしかありません。岩棚の上に身を移すという作業は困難を極めました。足を最後の出っ張りから離し、岩棚の端に引っ掛けて体を引き上げます。こうしたアクロバットを演じるには行き当たりばったりでは無理というものです。私たちはあらかじめこのルートをザイルを使って何度も登り、十分下見をしておきました。だから本番では命綱を身につけずに登りきる自信はありましたが、やはりどこか一抹の不安があったんでしょう。命綱を使ってしまいました。不安を完全に消し去るというのは難しいものです。異世界の岩棚に発奮したのはギュリヒとアルベルトだけではありません。スタッフたちも2人の準備にいつも以上に熱がこもります。ギュリッヒがクライミングに成功すると、今度はアルベルトが入念にテーピングを施して岩棚に挑みます。Fantastic.
異世界の岩棚はその名の通り、かつてないフリークライミングの世界をアルベルトとギュリヒに教えてくれました。キャンプでは毎晩その日の成果を魚にささやかな祝宴が催されます。昼間固い岩を力強く掴んでいた手も、この時は優雅なメロディーをつまびきます。昼夜を問わず全ての食料を高いところに吊るしておくのがキャンプでの鉄則です。国立公園であるヨセミテには鹿やコヨーテといった野生動物が少なからず生息しているからです。狩りが禁止されているためでしょうか、動物たちは人間を恐れることを知りません。この日、アルベルトとギュリヒが挑むのは説教壇と呼ばれる岩の塔です。高さは300メートルを優に超え、手足を乗せる出っ張りはあまりありません。ヨセミテで最も難度の高い岩山の一つに数えられます。二人を追う撮影隊にとっても大変な試練です。一つ一つの動きに意識を完全に集中させます。動きが止まって指が岩からずり落ちるときは一瞬生きた心地がしません。説教団のような岩山を登るときはさすがに落ちる危険性を考えて命綱を身につけます。フリークライミングの限界ギリギリのところを登るんですからね。これほど難しく危険な絶壁でも、ギュリヒたちは決してハーケンを使って登ることはしません。山を傷つけることなく自然のままに登ること、それがフリークライマーたちの信念なのです。私は主に指先だけで体を支えて重力を全身で感じながら登ります。このアルベルトとギュリヒのクライミングのスタイルは決して同じではありません。全身を使うギュリヒに比べてアルベルトは上体の力を優先させています。二人はそれぞれのやり方で絶壁を一歩一歩克服していきます。
die Schweinsohren.落ちたらどうしようとか、ロープが切れるかもしれないなんてことを考え出すと動けなくなります。そういったことは頭の片隅に入れておくだけでいいんです。落ちたらまたそこから壁をよじ登る。命綱を使って登ることはできません。それがフリークライミングなのです。結局夕方までかかって石橋段を登りきることに成功した2人は、その2日後さらに難しいクライミングに挑戦しました。ホイートシンと呼ばれる岩山の絶壁を命綱を使わないで登ろうというのです。これこそ究極のフリークライミング。技術だけでなく精神力の方も相当に鍛えられたクライマーでない限り成功することはできません。クライミングのスタート地点は絶壁のおよそ200メートルのところにある狭い岩棚です。普通の登山と違って難しいルートをよじ登ることを目的としたフリークライミングではスタート地点が常に麓とは限りません。命綱を使わないフリークライミングは危険であると同時に楽しみでもあります。この試練を克服することによって恐怖心を乗り越え、どんな条件の下でも落ち着いて正確に動けるようになるからです。ドイツの登山家ラインハルト・カールはその著書ヨセミテの中でこう言っています。登る者にとって山は特別な場所である。そこで完全を求めようともそのための道しるべはない。フリークライマーのアルベルトとギュリヒにとっては自らに課した困難こそが道しるべなのかもしれません。